では今回はダークディセプションのチャプター4がリリースされたということで、やっていこうかなと思います。リリースされましたね、うん、されました、はい、うん、ファンメイトで、うん、これ本家様がですねチャプター4制作してるとは思うんですけど、まあ、制作してるとは思うんですけどね、リリースが一向にされなくてですね、うん、僕コンプリートエディション買ってるんでちょっとお金返してほしいんですけど、で今後もね、ファンの方が作ったやつ多くなるかもしれません、もしかしたら。そうやね、だいぶ忘れちゃったけどね。空いたね期間、うん、空いたね、多分1年は空いたんじゃないかな、うん、1年空いた気がする、空いたよね、うん、もはや懐かしいもんね。これ難易度選択なんかあんの、あったっけ、あれね、いやなかったと思う、本家より優秀、なるほど、して本家より優秀かもしれないねこれ、うん、お、プレイ、あ、早っ、いやこれ本家やん。そうね、あ、なんでタダやねんこれ、これなんでタダなん、いやー多分この制作者さんもコンプリート版買ったんだろうな、これさ、FNAFっぽくない？この動き。まあな。あ、でも何ボタンとか書いてないんか、これ。まあ、とにかく変えるボタンがあるって話だね。あるはずよ。うん。さあ、戻ってまいりました。え、あ、出てるね。9か。あ、おぉ、早いな、おい。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。いや進まないぞ。忠実に再現されてましたね。ですね、スキル変えれないところとかそっくりですね。うん、そうですね。どうしよっかな。いや断然こっちの方が好みですね。そりゃね。プレス1、2、うん、あ、やったね。きたきた、じゃあ位置をスピードにしといて、うんうん、右どうしよう、うん、右磁石でいいかな、右磁石でもまあいいやろうね、で R で使うんだったっけ、違うな、いいか、いいか、いいですね、で右が E で左が9って感じですね、 OK、 来ました、でこれダッシュだよね、これはダッシュ使わないと取れない、音が結構でかいんだけど、ゲーム音が音がでかいから、これさモンスター出てったら俺結構ガチでビビるかもしれへん、まあ、でもこのゲームそんな音ではないんじゃない、音やったっけ、音結構怖くないこれ追われるのって、まあまあそうやけど、スタミナとかあったっけ、いやないと思う、なかったっけ、これは当たるとダメですか、うん、ないはずよ、これ初見クリアいっちゃいますもしかしてこれダークディセプションの振動と言われてた男ですからね、聞いたことないな結構長年しようのに聞いたことないな、これゲームちょっとでかいな、大丈夫かな、もしかしたらドラの声が埋もれる可能性はあるな、マジかよ、頑張って声張ろう。自宅でそんな声反応。俺も自宅やねんけど。あ、そうか。そうか。これ何？あ、これ敵が見えるやつやね。敵の位置が。これ分かった。うん。これフェーズ1やから全然追ってきてない感じ？どうやろうね。確かにおらんよね。敵いないよね。あ、いるね。いるね。あれか。映ってるからさっきの。見えたね、赤い矢印みたいなのが。ああ、じゃあ、それなのか。これね、ディセプあるあるだと思うんだけどさ、マップを見るのが結構大切なんだよね。ああ。多分いるよ、ここ。まず、おぉー見たね、おー結構早いやつよ、敵は。結構早いっすね。あああああ、いや、死に方めっちゃあっさりしてんな。死に方あっさりしてんな。いや、楽勝かもしれんな、これ。調子乗ってきたな、これ。いろんな意味でね。全然楽勝かもしれん。これちなみに難易度ノーマルだっけ？多分ノーマルかな。ああ。最初イージーにしたけど、多分後からノーマルに変更したはず。
まあイージーだったら申し訳ない、遭遇率が低いのもうなずけるそうやね。さあ早速ダッシュ。うわー、ああなんでやねんおい、なんで急にそんな来る、なんかよく見ワープっぽいよな。いやー余裕ですねまだまだ余裕ですね。2回しんどいで、か余裕見せるな。まだ大丈夫っすね。ライフ2なんだけどな残り。きた、きたかおばさん、タイプじゃねえんだよここ危な。そうやね、逃げれると思って開けたらないからね。うわっ、もうちゃ、ちょ、それおかしないそれ余計用ないよ。ブーストのところスタンにしたら。あー、なるほどね。どれだスタン、これそれかな、多分それやね。これっぽいよね、使ったスタンやね、うん、これスタンにしないとしんどいっすね。急に来た時にちょっと対応できんよね。 あれね、せこいっすわ、余計用がない余計用ないっすよ。イージーイージー言うてた男なんやけど、俺やろ。おい、足音聞こえるんだよな。うわぁ、もう使ってるな、多分今使ったんだけどおかしいやん、この難易度え、いや、あれ避けようないよ、本当に。あー、なるほどね。これ、残機はどうなってるんかな。確かに残機も続きからで、あれは1になるのか。もう、おかしいやん。あ、増えてる、残機。あ、増えてんのか、いいのか。結構優しいな、それ。優しいね。よ、あれほんまに避けようないわ、どうしようどうしよう、あれ避けようない。あれか、ダッシュ、常ダッシュはやめた方がいいのか、うん、もしかして。あー、かもね、確かに、うん、通れへんやんか、もうもういや、おるね、おるね。いやー、割とぴったりマークしてくるっぽいな。はい、あかんまりよスタンは多分押せば後ろにも判定あるんじゃないかな。あ、マジで？ありそう、ちょっと範囲な気がする、自分の周りの。なかなかシャード稼げないっすね。うん、ワープ入れとこうかな。え、これマジで範囲せ、あ、違うわ。あ、マウスホイールで伸ばせるね。このワープのさ、距離の設定が残っといてくれれば楽なんだけど、うん、あ、残ってるわ。大丈夫大丈夫。じゃあ、まあ、こういう感じで使えますね。うん、あ、楽だわ。これは強い。これは強いですね。これ楽勝っすか、これ。あ、これ GG っす。あ、GG っすか。うん、グッドゲーム。よいっすね。もうこれ残機減らないっすよ。もうノーデスですか、こっから。もう大丈夫です。大丈夫。あ、買ったも同然。オッケーオッケー。怖かった一瞬ビビったわ。これ青いさやつって取ってないシャードに導いてくれてるんだったっけ。あ、そうだと思うよ、多分。うん、あやってもだよやってもだよ、これ優しいっすね。結構いいな、これ。ラストチェックポイントから しかも残機全部復活してんのかな。うん、多分ランクには関わってくるんだろうけど。ああ、だね。結構簡単にクリアは、うん、させてくれる。とりあえずクリアはできそうだね。うん、開かないね。あ、開いたわ。左クリックすれば開いたわ。集めれてた、集めれてたっぽいね。なるほど。あ、でもこれ次のエリア。あ、で、こっからまた行きたくない。これフェーズ2っすね。オッケーオッケー。だからさ、マジでディセプションの、なに、なになになに。あ、地面かな。あ、なんかトゲ来た。ちょっと言おうとしたことのフラグを先回りで回収されたね。あ、普通にあるね。普通にあるね。
もうディセプションの振動にかかればこんなもんって言おうとしたら言う前にフラグ回収されたんだよな。言い切る前やろ。合わんな。合わないね。これだけ見くんのにな。そうなんだよ、あれせっこいよね、あれ。無理よね、走ってたら。無理だね。ブーストピューとかならもう罪でしょっていう。来た。嘘嘘。どこから？あ、ちょっと。どうぞ潰れるって。マジで。ほんまに追われたらあんな声出すんだろうな、リアルで。そう、マップ見てるとね、前方不注意でね。あ、もうそれ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 見えへん見えへん見えへん。急に出てこんといて。そうそう、ついてる。もう早い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 。あ、こっちならいいや。許そう。いや、あと16個ですよ。ん？あ、もうこの辺のやつで終わりなんじゃないか。ん？ここ怪しいな、さっきの地下。追われてんだよな。うん、シークレットしょってるね。うん、怖え。はい、来てんだよな。いや、来てんな。来てるね。しかもしかもおばちゃんの方やしな。キャラ性能には差はないけどな。いやいや、それそれよ、それあぶなくない？わっ！残り1個。もう聞いちゃうね。わっ！わっ！カバーがエグいからな、ここら辺の。そうやね。もう、いやいやいや、カバーしてるやん。あからさま。いや、あからさまにカバーしてんだよな。どっちなんよ。おるよね。これこれ。どういうこと？あれか。あの磁石か。あーかな、紫に光ってたからあれっぽいな。カバーしてんだよな、マジで。ああ。いや、そりゃ取りにくいわ。こっちじゃないっていうか。え？こいつ？あれ？え、どういうこと？反応がおかしいな。紫の反応があいつだったんだよな。これ取りたいな。これじゃないのか。なんか取った、お注射。あ、なるほど、やつに決めてやると。なるほどね。で、やつは紫の方角にいると。でも何、お注射しました。え、あかんの？振りが甘い。なんだこの振りは。それで、それで倒せると思ってんのか。甘いぞ。あいつの脂肪えぐいぞ。刺さらん刺さらん、こんなんじゃ。もっと振らな。これ注射刺すの結構むずいね。来たね。え、こいつ？効かないな。あれ？違うのか。え、でも完全にあいつ刺してたよ。いや、違うか。スタン刺してか。あ、なるほどね。あれ、痩せてる方だったしな。うん、あいつは多分違うんだよな。スターンさせてからか。あの、痩せてる方に方角さしてないもんね。うん、そうなんよ。あ、いた。あ、お前や、お前や、お前はもっと痩せんかい。ゲージ溜まってる。なるほど。マジでこれ、マジでこれめっちゃむずいやん。え、これめっちゃむずいぞ。スターンさせてゲージ溜めなあかんわ。あ、でも今ゲージ溜まって溜まってる溜まってる、はい、うん、これハードきついな。2回か。じゃあノーマルやと2回ぐらいっすね。まあ、上がるのかな。おー、いいね。はい、溜まりました。オッケーオッケー、これで。あ、いったー、いった。いやー、難しいね。うん、かなり難しいわ。お疲れ様でした。はい。
お疲れ様でした。ってことで終わったんですけども、これ脱出しないと。あ、なるほどね、それか。すごっ、やつか、これ製品版やん、ほんまに。全然売れるやん。あ、これ針あんのか。針あるならきついな。これ逆にさ、運営さん制作に困ってるんだったらっつって、このデータを。そうよね、そのレベルよね。めちゃめちゃクオリティ高いよ、これは。すごいな、これ作っちゃうのすごいよね。あ、シークレットあった。あ、ラッキー。ここじゃなかったっけ。あったね。あ、ほんまや。いやでもシークレット、あー、シークレットだわ。いやー違うか、今シークレットいらないんだよな。またシークレット見つけちゃったよ。ちょっと取りにくい、ちょっと取りにくいし、全部シークレット見つけちゃうんじゃないこの勢いで。てかもう全部取った可能性もある。確かにね、あるね。その左は、あ、いや違うけど、そこの左、あっ、あ、これだねゴールインスは。いやー探しましたよ、めっちゃ。はい、早く早く、オッケー、オッケーオッケー、 GG、 お疲れ様です。ボーナスシャードも全部見つけて、シークレットも、あ、全部見つけたんだ。見つけてんな。なるほど、これは難しいっすね。イージーモードですよ。え、イージー、マジで。イージーでしたよ。あ、本当だわ。イージーでこれですか。これやばいな、難易度。フェーズ2がやばい。うん、あの注射器で、でかいナースから注射器でね、吸い取るのが難しい。その吸い取ってる間にさ、痩せてる方が俊敏に来るんだよね。しかもさ、足音とか聞こえないのよ。これ本家って、うん、チャプター4出す気あるのかな。もうなんかこれが出た以上出しにくいよな。出しにくいよね、チャプター4で。これってさ、完全にファンメイト、それとも原作っていうか、そのなんか元があるのかな。いや、どうなんだろうな、制作者の想像なのか。想像やったらさ、普通にチャプター4出ても楽しめるよね。では本家の方でチャプター4出るのを楽しみにしとこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。はい。